そのまま女の姿はなくなってたんだって。それでそれでそれで次の日、うん、また同じ場所に行ってみたら、うん、そこには昨日いなくなってたはずの女の人がいて、こう言ったんだ。私の人形を取ったのはあなた。どうどうどう、怖かった怖かった、怖かったよ。もう何回聞いてもそれ怖い本当に。え、知ってたの？うん、知ってる。先言ってよ。え、これ有名じゃん。もう何これ。有名それ有名、本当有名これ。でもさ、うん、やっぱバーベキューでさ、うん、腹いっぱいになった後の怖い話は、うん、いいね。いいね、うん、いいね。うん、つうかさ、俺は、うん、友達2人はどうしたの？まだかな？あ、どこ行ってんの？多分もうすぐ来ると思う。あ、ほんと？え、なんか私一人でごめんね。いや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 、ほんとごめん。いいいい、一人だけ来てくれただけ。コーヒーコーヒーお待たせ。あっちもあっちあっち、大丈夫かよ、お前。あっち、何これ、あっちこれ、もうすぐグツグツ言ってんじゃないか、このコーヒー。これ大丈夫かな。下駅はさ、なんか怖い話とか持ってねえの？怖い話、うん、あるよ。俺が UFO に連れ去られそうになった話なんだけどさ。え、何それ、超楽しそうなんですけど。本当に、いや俺さ、昔中1の時ね、こう下校してたのよ。下校、そしたら下校受けるんですけど、下校マジで下校受けるんですけど。でこうやって歩いてたら、目の前からなんかすげえ眩しいオレンジ色の光が急にブワーってきたの。で俺もびっくりしてさ、バッて目閉じたんだよ。でなんかでも気になるじゃん。でそーっと見たら急にでかい音でガーッガッチャッチで煙みたいなモクモクモクってなってさ、でぼーっと見せたら、そっから見たこともないような銀色のなんかこう生物が突っ立ってるわけよ。でそいつと俺目合っちゃって、もう怖くても金縛りでもガタガタ震えちゃったものが動けない時に、そいつはもうゆっくり俺の方にこう歩いてくるわけよ。怖い怖い怖い。こう歩いてきて俺の近くまで来たら、この光線銃みたいな俺の方にブワーッ、あっちあっちあっち、大丈夫大丈夫で撃たれると思って俺はこう座ったわけよ。その後こう目を開けたわけ。ちょっとお前、ほんといい加減にしろよ。もう何なんだよお前、さっきからよ。もう暴れて、お返しのコーヒーこぼしちゃうし、座ったと思ったら閉国し、でもやっぱ机もぶっ倒すし、もう奇跡かよ、奇跡の子かよ。もうお前もう集中できねえから座って、もういい、うん、申し訳ない、なんかそんなつもりなかったんだよ。いいよ、うん、下校って下校受けるんだけど、下校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 、そんなに行かないかな、下校マジ受ける。はい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 、はい、俺も怖い話思い出した。本当、うん、やってやって。これはさ、うん、あのとある旅館の話なんだけど。旅館、うん、受ける、え、受ける、あ、受ける、受けてないじゃん、うん、受ける。あの先輩がバイクで一人で旅してたんだって。したらとある山奥で道に迷っちゃって、どうしようかなと思ってたら、目の前に古ぼけた小さな旅館が現れたんだよ。うん、もう時間も遅いし、ここで一泊するかってことになって、扉をガラガラっと開けて、ごめんくださいって言ったら、そしたらね、奥から80歳ぐらいの髪の真っ白いおばあちゃんがスーッてやってきて、こう言うんだよ。お客様は何名様ですかって。ちょっと怖えじゃん、うん、先輩ちょっとビビっちゃって、うん、それで、あ、今日は大丈夫ですやめますって言ったら、おばあちゃんがもう一回言うんだよ。お客様は2名様ですかって。もう先輩ビビっちゃってさ、もう怖い怖いとって出ようとしたらさ、おばあちゃんがギュッて先輩の腕掴んでさ、お客様は3名様ですかって言うんだって。もうやめてくださいやめてくださいって先輩必死の抵抗ずっとやってんだけど、おばあちゃんがおばあちゃんと思えないぐらいのすごい力でこうやって引っ張って、お客様は4名様5名様って。ちょっとやめて、ストップ、もうやめて、もういいよ。どうしたんだよ、え、なんでお前しゃくれてんだよさっきから。なんでまだ、まあ、いやまだこれ話続きだから止めないでよ。なんでもう先気になんないの。いや、もう先よりもお前のしゃくれの方が気になるんだよこっちはよ。しゃくれ受けるんですけど。いや、もうさっきからさ、ちょっと待って、俺がしゃくれてる、うん、ちょっと待って、あ、岡安しゃくれてる。気づいてない、受けるちょっと待って、俺普段しゃくれてないのに、なんでこれ、もしかしておかみさんの呪いかな。呪いじゃねえよ、どんな呪いだよそれ。とりあえず引っ込めろ、うん、怖くねえからさ全然。なあ、そうかな、ねえるいちゃん。いやでもなんか昔なんかしゃくれてる怖い先輩がいて、結構私思い出してて怖くなっちゃった、怖い怖い怖い。話関係ねえじゃん、このさっきからちょっとずれてんだよ笑いの観点。えへっ、えへっ、あ、つーか
さあ、友達2人はどうしたの？まだ来ない。ああ、連絡取るね。あ、取ってみ。ちょっと、大志、お前脈ありだな。いや、やだよ、会ってもやだよ、俺あの子。あ、はいはい、オッケーオッケーオッケー。オッケー。なんかちょっと途中でさ、なんかロールキャベツ系男子になんかちょっとナンパされて、ちょっと合流してくれね。受けて受けて。ありがとう、バイバイ。ちょ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 っとちょっとちょっと。え、行っちゃったよ。女って怖え。